皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。こちらは岐阜県飛騨市の山奥からお送りしております。もう一月前ぐらいなんだけど、シェキアの母が LINE のタイムラインっていうのあるんじゃないですか。あれで、こんな投稿に、いいねをしてて、でそれが俺のタイムラインにも出てきたのでちょっと紹介します。その内容が、神様の金運お守り1、画像をタップする2、いいねを押す黄金の木星の中心にスタンプがはまれば金運アップ、金運アップ効果は1ヶ月、1ヶ月後再度スタンプをはめて、はめることで金運アップします。星マーク、 LINE 友達追加すると超金運アップ。やめてくれよ母ちゃん、ほんと笑っちゃったよ。いや俺全然家族とめっちゃ仲いい感じじゃないから、そういうのあっても突っ込めないから、もう一人で笑うしかなかったんだけど、なんか母ちゃんが珍しく LINE のタイムラインいいねしました、なんだって言ったらそれが出てきて、マジ爆笑しました。本当にもう突っ込めないのが一番もどかしい。本当にたまに実家行ったりとかしても、その事実はあるんだけど、ああ言えねえしなーと思って、まあ、最初ちょっとボケちゃったかなんかかなと思って心配になったんだけど、まあそれかもしくはね、姪っ子がいて、で姪っ子、母ちゃんの携帯よく使って遊んでたりするから、まあそれで間違って押しちゃったっていう可能性もあるけど、そんで姪っ子がよくなんか姪っ子の話を思い出したんだけど、ポケモンを今多分最新作 3DS、 タイトルがなんだか分かんないけど、それをやってて、でなんかそのゲットできるポケモンを調べるために母ちゃんの携帯使ってやってんだけど、その調べ方がまあ憎たらしくて、絶対俺に見えるような感じでドヤ顔で、ポケモン何々何々のゲットの仕方とかって、で音声案内、OK Google 的なやつでやってて、私こんなの使えるんだよみたいな、なんかちょっとドヤ感の顔を絶対俺いる時になんか多めに調べてきて、マジこいつムカつくなと思って、いやでもそれ突っ込んだら負けだと思って、そう見ながらもうフルシカトでずーっと過ごしてんだけど、ちなみにうちの姪っ子は今小学校3年生なんだけど、なんかもうプリペイド式っていうのかな、なんか簡単な携帯電話持ってて、で俺のことは下の名前で呼び捨て でたまになんか実家でなんだっけな、餃子とかなんかを大量に作った時、もしもし何々、あ下の名前で何々っていうの、いっぱい作ったから取りにおいで食べなよとかって、そんな感じでもう話されてます。そうでね、その姪っ子のなんかクラス1年生、今3年生だけど2年生終わった時になんかクラスペのクラスのなんつうの作文集とかそういうのがあって、でそこになんか将来なりたいものとかなんか一人一人の子が書いてあって、なんとその中に一人将来の夢 YouTuber になるって男の子が書いてました。ハーフかな、男の子がいて、その子が YouTuber って書いてあって、やっぱ時代だなと思って。そうであとね、キラキラネームっていうのはねすっごいいた、半分以上読めない子いて、でめっこんでこれなんて読むのって言って、そういや全然もう分かんない、今とは違うのは、まあそんなとびきり突き抜けたやばいキラキラネームってのもなかったけど、なんかこうそう読むんだみたいな、ね、のがいっぱいありました。ってことでね、さあ今の小学生の事情をちょっと話したところで、今週も行きましょう。早朝シューティング部関谷の花の金曜日、第4回始まりました。9月7日花の金曜日、略して花金、あそうだ、まあ、前回のあれと一緒にやんなきゃ、花の金曜日略して、はい、ラジオのね前でみんな言ってくれたと思うけど、このラジオではラジオ大好き関谷が YouTube で生放送でなくともラジオっぽいことができないのか、そんな思いから始まり、動画のことはもちろん世間話や視聴者参加企画、早朝との癒着がある曲などを流し紹介していきたいと思っております。また時々ゲストを呼んで楽しい時間を皆さんと一緒に過ごせたらと考えております。早速ですが、今回はゲストの方に来ていただいております。それでは自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんばんは。早朝シューティング部初期メンバーの大ちゃんです。だよ、大ちゃん、来ちゃいましたちょっとラジオのなんかね、いかにも紹介っぽい自己紹介っぽい、そんな感じでしょ、いいテンションだなというわけで、第4回のゲストは早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんとお送りしていきます。はい、お願いします。もうね、もうみんな多分定番しちゃってるよね、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんそうですよね
ね、仕事終わりにわざわざありがとうございます。いいえ、結構まあど深夜じゃないけど、なかなか夜遅くに撮ってます。もうご飯食べた？お腹空いてない？もうお腹減ってますよ。ね、じゃあそんな長くなんないように。ちなみに大ちゃん、第3回のラジオは聞きましたか？第3回は、2回は翔平さんと、翔平さんが2回目です。そう、で3回はあの俺1人のやつ。1人のやつは聞きましたね。聞きました。あ、聞いたんだ。聞きました。お、じゃあ翔平よりも全然チェックしてるね。ちゃんと全然チェックしてないから。ちゃんともう今回はもう1から全部ちゃんと聞いてるんで。やっぱ出るって分かってたんで、もう予習をしとかないといけないから、ちゃんとそこはもう勉強済みですもん。あ、よかった。ちゃんと大喜利の内容も覚えてるし。大体の流れとかも、まあ、流れもまあまあまあ、なんとなく分かります。あ、じゃあ、ではまあ早速、まずは初めに、今週あったニュースの中から、シェキが気になったニュースを何個かピックアップして、ゲストの大ちゃんとお話ししていきます。いわゆる時事ネタですね。まず一つ目、台風21号、まあね、さっきも話したけど、ね、来てるみたいな、ね、まあ、関東はどうなんだろうって感じなんだけど、で、まあ後でね、また掘り下げていくか。で、二つ目、24時間テレビチャリティーマラソンの件。まあ1週間ぐらい前だっけ、24時間。そうですね、もう終わる1週間ぐらい経ちましたね。そう、終わった後はやったらなんかヤフーニュースで、うん、あのミヤゾンどうなのみたいなでいっぱい出てるから、ちょっとそのニュースでね、次がね、ちょっとね、あんまなんていうの、ヤフーのトップに上がるようなニュースじゃないんだけど、なんか気になったのが、台風回避、人工冬眠、夢の技術、競わせ開発へみたいなね、ちょっとね、ワクワクするようなニュースあったから、ちょっとそれについても後で掘り下げて話していこうかなと思って。じゃあ一つ目、台風21号、このラジオを撮ってる日が、大ちゃんとのスケジュールの都合上、今日は月曜だよね。月曜です。うん。に収録してんだけど、明日には直撃？直撃はしないのか、関東。直撃はしないですね。明日、東海、四国ら辺とかの方に上陸か、上陸する。日本上陸にすんのか。そう、だからまあ、今回の雨、多分関東はそんなもろに直撃しないで、関西って感じだよね。そうですね。なんかニュース見たんだけど、どうだっけ、なんとか線がもう、あの電車、路線が朝から今日止まってたみたいな。あとはニュースでやったのが、USJ が明日、うん、急遽、やらない？もう一日休園なんだ。一日休園ってなってましたね、ニュースで。へー。だから結構本当に大型台風らしいんで、うん、毎回じゃない、今季最大級の。ね、そうそう。俺もさ、いつもそれ思うからさ。毎回もう、なんで？あと10年後とかどうなってんだって。2倍ぐらいになってんじゃんって思うけど。毎回まず今年最大級の。そう。ね、いや、今ニュースでなってるけどね。絶対もう、まあ、確かにすごいと思うんですけど、うんうん、まあそれ暑さに関してはすごかったしね、あの夏の。そう、だから今回はね、関東風がすごいらしいよ、どうも。そう、今年最強とかなんか歴代最高とかね、絶対来ますよね、そういうの。もう俺らおじいちゃんになったらもうとんでもないことになるもうじゃ飛んでっちゃうんじゃないかっていうぐらいの本当にそんなレベルの風なのかっていう、うん、じゃあまあ、はい、次のニュースが24時間テレビのチャリティーマラソン問題。今年の24時間テレビでチャリティーマラソンのランナーを、務めた我芸人のみやぞんさん、うん、がいるじゃん。で、連日それに関したニュースがあって、なんか、よくあるのが24時間テレビなのに、大ちゃん見た？ちょっとそのいや自分見たのがちょうどテレビですけど、うん、ポケットビスケッツが話題やちょうど聞いてて、ああ確かに復活した瞬間だけ見て、あとはそんなにちょこちょこたまたま見てたな、まあ、まあそうだよね、見たとしてもちょろっとだよね。そうで、なんか要は24時間テレビなのに、その始まる前からみやぞんがスタートしたって。あ、そうですね、なんか、うん、そうそうそう、お昼ぐらいからもうあの確かあれだよね、あの泳ぐやつね、泳いでスイムやってバイクやってで、最後ランだよね。ランだったんで、もう確か テレビが始まったぐらいがちょうどランをするぐらいみたいな感じだったんで。そう、なんかそれがなんか20、要は24時間テレビなのに、その実際33時間だったんですね。そう、のはどうなのかとか、あとはなんかゴール間際にあのテレビの、なんていうの、放送の都合に合わせて、なんかちょっとみやぞんがあの武道館の周り大回りしたんだって。遠回りして、逆走とかして、で、あの時間、例えば放送終わるのが9時だとしたら8時50何分とかに合わせた。そう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 、だからそれもどうなのかって。そう、あとあの上がってたのがニュースで、なんか毎回例えば震災とかなんかなんつうの、自然災害があった時にそれのチャリティーで復興の意味を込めて走ってたんだけど、そもそもじゃあ今年はなんで走るのかと。まあ今年ももちろんあったけど、いろいろその災害とか
そう毎回毎回走る意味は何なのかとか、まあ、それ言い出したら切れないんだろうけど、うん、そうですね、そうっていうのがあるみたい。確かに、まあ、まあこの間っていうのは大雨とかでいろいろとあったとは思うんですけど、うんうん、とはいえ完全にもうミヤゾン目的じゃないですか、完全に今回は、うんうんうん、水とトライアスロン形式だったし、まあ、しかも毎年なんかその有名人が走るから警備でなんか問題あったとかちょっと聞くよね。ありますね、うん、ね、だからまあそういうのも大変そうだけど、まあでもね、好きな人は好きだし、うん、それでなんかありがとうって思う気持ちも少なからずいるだろうね、そうですね、そういう人も。まあだから難しい問題だけど、次ね、でさっき言った、台風海人工冬眠、ちょっとね難しそうなんだけど、ちょっと面白いなと思ったのは、ね、ざっくり説明すると、政府は来年度から日本初の革新的な技術開発を促進するために、複数の研究者に予算を配分する、10年から20年後を目安。で、開発のテーマは、人々の関心を引きつける斬新で野心的な目標。具体的には3つあって、仮想現実の映像の中で、個人、亡くなった人を登場させ、本人がいるかのように会話できる技術。二つ目が、今旬だけど台風の海の上、洋上の進路を操作して日本上陸を回避する技術。で、三つ目が重症患者を冬眠のように1週間程度人工的に体の活動を休止させ治療体制が整うまで延命させる技術なんだってすごい3つですね、それ。いや、そうだから、そう、その内容がすげえなと思って。まあでも1つ目のさ、個人を登場させとかさ、いや、それだって会話させるってコンピューターロボットってこ、まあ、に考えさせるのかね。あとは今人工細胞とかいろいろあるじゃないですか、人工脳とかいろいろと、そういうのでやるのかなっていうのはあるけど、いやでもすごいですよね。じゃあ仮にだよ、仮にまあ、俺が死んだとして、その技術で俺と会話するのかなんじゃ絶対嫌ですよ、俺だったら嫌です。だって変な話、その時の当時の写真とか映像を使って立体化されたとしても、うん、その人、亡くなってる人とお話をするって何喋っていいか分かんないですよ。まあ私ニュアンスが絶対どっか違うよね。いや、そう、絶対違いますもん。いや、笑っちゃうだろうね、ちょっと面白い。まあでもどうなんだろう、やっぱ亡くなった人と話したいっていう人はまあいるだろうしさ、いると思うんですよ、うん、まあ悪くはないだろうけどね。辛いっちゃ辛いし、うん、そうそうね、嬉しいとも思うんですけど、いや、そんな話せていいものなのかって思っちゃうしね。まあでも泣きしもあらずじゃないですか、もう今のテクノロジーを考えたらあり得る話っぽくて怖いんですけどね。亡くなった人と喋りたいとか。だから2つ目ももっとすごい。そしたら台風を震度操作して日本上陸会議だって。だから今こんなことにみんな何年に通勤ラッシュとかさ。でもそれってさ、どうなんだろう、結局他のとこが被害が来るんじゃないのかね。結局震度を変えたら他のところに飛んでっちゃうってことは、逆を言えばこっちに飛んでくるかもしれないってことじゃないですか。まあね、とかそれ向こうのさ、要は日本の世界地図的に見たら上の中国とかさ、そっちの方が下に飛ばしたら日本に来ちゃうとかね、超ありそうだよね。結局なんかそういう問題起きてダメとかになりそうだけどね。台風をなくす技術とかないといいと思うんですよ。途中で海の中で台風をなんか消滅させる、消滅させるとか、なんか熱帯低気圧に変えちゃうとかだったらすごいありがたい話だと思うんですけど、そのままどっかに行かせちゃうのはすごいなじゃあ最後の、まあ、人工的に冬眠させるこれさ、でもさ、ゆくゆくはさ、今これは1週間程度ってなってるけどさ、ゆくゆくは何年も冬眠とかさ、多分何百年先とかさ、もうクマじゃないですか、クマ夜冬の時期冬眠してますって、そういうレベルに。もしじゃあ 今現時点で、10年先まで冬眠できます、体はダメージないの、何もってなったら、するしてみたいと思ってしてみたいとは思うんですよ。でも若いままで、そう、若さ保ったままだよ。でも俺はしないかなと思います俺ちょっと10年くらいだったら考えちゃうけどな。だって周りはもう、例えば自分が今29とかだったら39とか、うん、30だったら40とかになってる、うん、でも自分はそのままってことですね、うん、いやー俺つらいなそれでも楽しみもあるやん、きっと。楽しいとは思うんですけど、寝てさ、例えば夜寝る感覚で寝て起きたら10年後でもう周りの技術とかすごいことになってんだよ。確かにそれ夢があります、ね、だって10年前とか、iPhone とか多分ないかな、スマホとかも下手したらないし、まあ、だからガラケーとか、そう、そういう楽しみとかはあるかもしれないよ。
確かにそれはそれでちょっと面白そうと思うんですけど、でなんかね、それ関連のニュースでなんかもう人間の寿命がもっと倍近くに伸びるとか、あでもまあいや分かんないけど、単純に考えれば100ぐらいでいいよね。確かに正直もう100年生きたら十分楽しいこといっぱいあると思う。100までいけないじゃん、多分80ぐらいじゃん、89、80、70ぐらいでも十分。なるほど、いやどうなんだろうな、実際生きたいと思うのかな。でも年重ねすぎちゃうとどうなるんですかね。ね、そう分かんないよね。結果分かんないよね。結果か、今は行きたいとは思うんですけど、うん、あと何十年経ったらどうなるのかなって絶対。そう、だからちょっとね、前までのニュースはスポーツ系のニュースが多かったけど、ちょっとこういうニュースも取り入れてみようかなと思って。じゃあ次、最近の早朝のお話。今日まで、先週の金曜以降から、今日まで、アップされた動画では、3on3、大ちゃんはあれはいなかった、あ、俺いましたよ。あ、いたか、あ、そうだ、いたわ。あの、犬猿の中のやつですね。そうあれはいましたよ。そう、と、あと、ラジオ、まあその金曜ラジオでしょ。で、その後、翔平さんとあのサムシティプレイヤー、LF スクワットのユージさんの一対一ですね、うん、そう、あれすごかったですね。と、あと、岐阜に引っ越し、あの俺メンバーね、ですね、そう、今日大ちゃんにもわざわざ岐阜に来てもらってさ、収録してもらってるけど、あれなんか変な間があったな。そう、その動画と、あと今日上がってたあのワンオンワン、そう、もうでも最近あれだね、大ちゃん比較的昔に比べたら早朝出れてるね。そうですね、コメント欄とかでも大ちゃんいて嬉しいとかなんか結構あるけど、嬉しい、それはすごい読ませてもらうとすごい嬉しいんで、うん、やっぱ出てきてほしいとか、うん、映ってほしいって言われるとすごい嬉しいんですけどね、うん、あのそんなやっぱり忙しいんで、そう、まあね、あんまりそればっかりしょうがないよね、ことが多いんで、呼んでもらったりとかね、呼んでもらえてすごい嬉しいんですけどね、うん、まさか岐阜って岐阜ですよ、岐阜。そう、だから そういう意味ではその言ったやつでは結構大ちゃん出演率はいいね。3、5分の、あでも 2個か、まあでもユージさんのやつもいたもんね。そう、いました、まさか見てたもんね、みんな。そう、で、そのゆじさんが出てくれた話ちょっとしようか。あれだよね、結構もう前々から顔見知り、大ちゃんは。自分は結構すごい前から顔見知りではあると思う。そうだよね、俺あの人とは全然面識ないんだけど、まあまあ全然存在は知ってて、もちろんあの有名で上手い人だから。あれだよね、早朝メンバーやっぱこの年までさ長くバスケやってるからさ、そういうなんつうの、有名な人とか上手い人と結構顔見知りとかあるよね、正直。そうですね、普通に今やっててもそこら辺の体育館とかで一緒にバスケとかもやれるし、うん、そうだね、プロレベル、そうチーム関係なしでみんなで集まってバスケやろうって言えば全然来てくれるし、それで交流があるんで、確かにそう今考えたら、うん、すげえ人とバスケしてんだなってやっぱり思いますよ。あ一緒にやってる時はワイワイ話しながら楽しみながらやったんですけど、こういざまあサムシティもそうだけど見ると全然違うじゃないですか、うんうん、その人とこうで動画を通してみてもやっぱこの人はすごいな、まあ待って、これ分かったね、いや僕はすごく早いなと思ったし、いやもうハンドリングはもう全然、ね、うちの翔平さんも全然すごいと思うんですけど、うん、あでもやっぱ違うんだな、いやいや上手いって分かってて、もう改めて見て上手かった、あれは俺も思った、動画見て上手いなこの人と思って、まあね、こんなと30近くまでみんなバスケやってるとさ、やっぱ上手い人しか残ってないよね。確かに。それはすごい思う。本当みんな好きでやってるし、うん、そうじゃなかったら普通に多分結婚して子供がいて仕事してそういうしバスケやる暇がないとか、うん、そっちじゃなくてってなりますよね。そうだね。そうだから、まあ最近早朝まあいろいろやってるよ。大ちゃんもなんか個人企画とかでやってほしいけどね。確かになんかやれたらいいんですけど、翔平だったらまああれじゃん、コート巡ったりとかされてたり、でも俺はラジオやらせてもらったりとかだから、なんだろう、大ちゃん、しみさんとかにも、そうですよね、なんかあったらいいんですけど、うん、まあ自分でもあんまり出れないっていうのが多分難点かなと思うんですけど、まあ、毎週できないとは思うんですけど、もし自分大ちゃんメインでやるとしたら、仮にだよ、どんなことやってみたいとか、なんかなんとなく、俺自分だったら絶対やりたいのは俺ウェアの紹介したいんですよ、うん、あもうがっつり紹介なんで、がっつり商品紹介っていうのはあれなんですけど、うん、自分結構、うん、バスケのメーカーってすごいこだわりがあって、うん、好きなのあるよね、すごい、うん、みんなが好きじゃなさそうなものとか、そんなに、うん、わーってなんか盛り上がってなさそうなちょっとコアな
メーカーとかをすごい集めるのが好きで、うん、そうだね、着てるね、普段着てるのも結構知ってる人は知ってるし、うん、あ、いいよねって思う人もいれば、逆に、うん、何それ全く知らないんだけどっていう人も全然いる。ちなみにその大ちゃんが着てるメーカーブランドっていうのはなんてとこなの？今使ってる、一番今推してるのは HXB っていうメーカー、うん、大ちゃん着てるね、よく毎回言ってる HXB っていう3文字なんですけど、もう、うん、すぐ調べてほしい、うん、大文字で HXB しかもまた大ちゃんの好きそうな柄とかいっぱいだよね。そうなんです、柄がすごい好きなんで、うん、柄が好きだもんね。もうバスパンとかほとんどそれが多いんで、あとあれはなんか最近タンクもさ、あれなんか星のマークついてあれなんだっけ？あ、そう、今最近着てるのが、うん、トレスジャパンって言って、俺それ知らなかった。全く今自分もインスタやってて、うん、インスタとかにもたまにユニフォームとか提供してくれてるんですけど、うんうん、まあ、あとトレスジャパンはもともと 3対3とかでも出るが、湘南サンズっていうチームを、もし聞いたことある人は分かるかなと、そのユニフォームの、うん、提供とかメーカーであるのがトレスジャパン、実はあって、どっかとあれ結んあのチームと何かやってんのかなって調べたら、うん、そこと合致したんで、あ、結構身近でいるって思って、あの、うん、湘南サンズ入った人とか結構、うん、知り合いがいるっていうのも聞いたんで、それでちょっとネットで見つけて、うん、ちょっと自分的にはすごいハマっちゃって、いや、大ちゃんっぽいし、よかった、あの星の感じとか大ちゃん好きそうだなと思って。基本チームオーダーのネット販売系なんで、うん、あの T シャツとタンクとか出てたけど、メインはオーダー、あー、オーダーの、まあ、でもネットにそのサイトっていうか出るんですか？サイトも出てます、出てます。そのじゃあ HXB と、トレスジャパンっていうのをぜひ、ね、ぜひ聞いてたら、調べてほしいし、うん、もう見てほしい、あの関係者の方聞いてたらぜひウェアの方を本当そこを、そこを自分の中で見ても押してる、まあ、大ちゃんでも本当によく全身揃えてしてるもんね、 HXB なんか特に結構うちだと今ワンダーピースさんとか結構いろいろと、ウェアのブランドね、スラムさんの KMX とかいろいろと、まあ、出してもらってはいるけど、うん、自分が着てる服は全然上がってこないんで、ね、でも大ちゃんらしくていいと思うけどね、そういうの着てるんですよね、毎回。だからちょっとぜひぜひ聞いてもらえたら、うん、一つ何かあったらなと思う。なんならね、早朝メンバーみんながなんかいろいろ他のとことかね、なんかいろんなブランド着てたら、まあ面白いし、いいのかなと思うけどね。そう、なんか知らないものっていいかなって思って、うん、そう、やっぱりうちでも鹿児島のあそこの KBC、 そう、 KBC、うん、KBCとか自分も全く知らなかったんで、うん、まあ、あの人は個人でやってる人だけどね、もうがっつり。あとは今ちょっと気になってるのは大阪かな、 NKS、 あれはちょっと翔平も持ってるよね、持ってます、持ってます。あれもなかなかの柄が、ああ、ガラ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 なんで、ちょっとそこら辺もいいなって思いつつ、そう、まあまあそれぞれだよね。俺はなんだろう、そういう話的に言うとやっぱアディダスか、なんだろう、スポルディングを上下で着る時もあるし、スポルディングのバスパンとか結構柄物とかもあるから、うん、そうそう、だからそこら辺やっぱみんな着てないし、やっぱ紹介できたらいいじゃん、うん、その方で。だからね、まあそんな感じで、まあいろいろみんなその出た名前検索してみたらいっぱい出るから、ね、みんなバスケのウェアとか好きだろうから、うん、見てみてください。ということで続いて音楽のコーナー。でね、このラジオでは毎月ごとにパワープレイとして曲をかけているのですが、今週は9月に入ったということで新しい曲をかけようと思ってます。8月は、カスタードシェキアの好きは嫌いの裏返しをかけていましたが、知ってる大ちゃんは？よかったっすね、聞きました。あ、そうなんだ、聞いてくれてよかった。そう、よかったっす。でそれが反響を呼び、なんとカスタードシェキアのエージェントから連絡があり、この曲はどうかと、大ちゃん笑わせないでこの曲はどうかと打診されました。なので早速聴いてもらいましょう。ジュンジュンフューチャーリングカスタードセキアでパックカラク。ただの
の春ケール、ただの春ケール、ギャルゲー大好きクソデブ死ね、嘘つきニートのサウスポー、1年早く生まれただけなのにどうして敬語使うの、俺は辛く大嫌いですよ、すぐに一気にキッスのデブで、ジュンジュンの前だといつもペコペコ、同い年だけど俺に敬語使って話せからく、お前の話聞いてる暇あるならやるぜツムツム、あーにおけずらに入れたきり生理的無理、素人童貞日本語 OK、 アルチュやろめ昨日も飲んで、俺の前でもペコペコしろよ、たまに会うと顔がパンパンで太りすぎて首のシワがやばい、リアルムーブの T シャツ大好き、ハイエースの運転お役だ、飲み物順々にこぼしてる、後でめちゃめちゃ怒られてるよ、すぐに知ったかぶるのなんでだ、舐めてんのてめえに言ってんだ、辛くお前は俺の実験台、のたうち回るライカモルモット、独房堂々と街を歩けるな、ぶっ殺してやるよカスデブが、俺の言ったこと忘れるな、このチンジルが歯抜けぶた、バレすぎんだよカスデブが、俺は認めないぜ辛くよ、いつまでもタメ語でよろしくな、一年早く生まれただけなのにどうして偉そうなんだ、バズケはビビりドライブいけない、コートの隅で震える豚ちゃん、いつまでもこれからもよろしく、そんなことは全く思わない、これがラストよく聞いとけ辛く、実はファッキューじゃなくてラビュー、愛してる愛してる嘘だよアホデブ、自分勝手酒も作らねえだらしがねえ、インプラントレーカー差し歯入れるか、はっきり仕上がれてんのか、はい、どうですか皆さん、大ちゃんどうこの曲は。いやでもいい感じですね。大ちゃん多分マジで知ってるの、YouTube でさ、俺とジュンジュンさんがさ、俺じゃねえカスタードしてきたとジュンジュンさんが PV で、ただの歯抜け、ただの歯抜け、ギャルゲー大好きくすねぶしねとか曲あったでしょ。あの曲そうあの曲は要はそう、タイトル、動画のタイトルはこんなラッパーやらになってるけど、ファックカラクって曲なんだよ。そう、で、まあ説明するとこの曲ね、表記が、FXXK カラクになってるけど、まあそれはね、ファックって言葉は多分あれだから、そう、で、ちなみにこの曲は YouTube でこんなラッパーは嫌だと検索すると聴けるそうなので、ぜひチェックしてみてください。で、今回、実はこの9月のパワープレイ、他にもね、候補があったんだよ。なんすか？それは、俺、シェキアが好きな、ジュンジュンさんと青木さんが作った、裏路地抜ければ青木さんちって曲があったの、あるんだよ。随分前に、もうね、何年も前に作った曲。で、その曲を、チェキアのツイッターで、なんか、投票ってシステムあるから、その、ハックから行くと、裏路地抜ければ青木さんちどっちがいいですかって言ったら、52% 対 48% でそのパックカラクが勝ったんだよ。ああ、でも本当僅差ですね。そう、いやでも俺的には裏路地抜ければ沖さんちってどこにも出してないの、まだ動画で。そう、すごいいい曲でかっこいいんだよ。だからそっち選ばれるのかなとか思って、意外とあれだったから、まあやはりカラクの力ですそう、まあでも結局ね、その裏路地抜ければ沖さんちって曲も曲がなんか既存の曲をなんかちょっといじってやってるから、その関係で権利の関係流せないくて、結局ダメだってジュンジュンさんから LINE 来たんだよね。いやでもほんとね、かっこいい。なんか裏路地抜ければ青木さんちーとか、そういうね、メロディーで、俺前から USB でその曲だけくださいよって言ってんだけど、未だにもらえてないんだけどねよし、まあ曲そんな感じなんで、まあまあぜひぜひチェックしてみてください。続いて大喜利のコーナーでーす。イエーイはい、続いてのコーナーは、視聴者参加型の、大喜利、大喜利、まあ大喜利であってるよね。そうですね。うん、大ちゃん先週のラジオ聞いてくれたんだよね。聞きました、聞きました、うん、じゃあ分かってると思うけど、はい、先週の問い、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由はを募集したところ、本当にたくさんの応募をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございますその中でシッキアがいいなと思った投稿を何個か選び、その中から大賞を今日のゲストである大ちゃんに決めてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ大ちゃんにはお題振りをしてもらおうと思ってるんで、はい、まず俺がラジオネームでんで言ったら、大ちゃんが早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレする理由はと言って、はい、了解です。 OK、 それを 何回か繰り返すけど、はい、全然噛んでもいいからね、はいじゃあ行きます。ラジオネームトマトカレー22歳、
早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、登山リベンジに向けた筋肉体強化あったね。いや旬ですね。もうあでも登山って、あそっちのことかな。俺のやつの方、俺多分最初それちょっと見たんですけど、登山って書いてあるから、これもしかして、あのシミさんとさ、あんじのポンコツ、そうポンコツポンコツなのかって、俺ちょっとどっちか、ポンコツか、この間のこの間昨日一昨日ぐらいに配信されたあれかけてんのかなって。まあまあどっちかだよね。すごいなと思って、まあでもそうそう、どっちにしろいいチョイスだなと思って、うん。じゃあ続きまして、ラジオネーム俺ボーラー16歳、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、筋肉痛を味わいたいという M の欲望大ちゃん、M なの？まあで実際分かった、じゃあどっちかね、どっち、極論ね、極論ですね、うん、M か S かで言ったら大ちゃんどっち？ S です大ちゃんは S ということで意外な事実が判明しました。続きまして、ラジオ、ちょっと面白かったの、ラジオネーム布団かぶりながら見ている人19歳、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、輪ゴムパッチンに耐えるためこのネタ覚えてる？覚えてます。じゃあまあ分かんない人のように説明すると、ジュンジュンさんと大ちゃんが体育館であれよね、フリースローショットとかすごいよね。フリースロー対決した罰ゲームですね、うん、負けた。が負けた方がワゴンパッチ受けるみたいな。そうですね。それを受けて耐えられるために筋トレをしてるみたいな。確かに耐えられなくて俺切れましたからね。怒っちゃいましたからね、なんか。はい、じゃあ続きまして、ラジオネーム魚肉ソーセージ34歳。早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、まとめサイトに載せてもらいたいからあそれすごいわかります。俺も結構俺さ、なんだろうね俺だけいないっすよね。そうそなんか結構大ちゃんも、まあ、た最近でこそあんま出れてないけどさ、初期はまあまあ出てるよ。まあまあ毎回 いたはずなんですけど、必ずあのまとめサイトで、うん、なんか大ちゃんが違う人の写真で載ってるとか、うんね、俺じゃないしみたいな。いや多分ね、あのまとめサイト多分一番最初に作った人の、もうみんな ずっとコピペコピペコピペだから。そうなんですよ。だから最初に多分あ取材とか受けた時期あったんですか。あった一番最初に。それに、ね、俺いなかったんですよ、仕事で。そうそうそう。偶然だからみんな結構まとめて写真とか載っててやったんですよ。俺だけいなかったけど、どうなんのかなって、まさかのいない体になってていや、ね、あのバスケライターの青木さんに取材受けた、ね、あ、そうですそうですそうです、そう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 、なかなかでしたね。ね、しかもあれ全然事実じゃないこととかも書いてあるからさ、俺の情報とかも、まあいいんだけどさ、そういうの上がるくらい。今新しいのとかもし出てたら、もしかしたらいるかもしれないんで、ね、ぜひちょっと調べてもらえたらなって思いますね。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームが M73、15歳、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、それはおそらく大ちゃんが筋肉を鍛えているのではなく、筋肉が大ちゃんを鍛えてるんですあそのそのコメントは俺見ましたね。やたら長いなって思ってちょっと目に入っちゃったんですけど、うん、ちなみにその方は花金がシリーズとして定着するのを楽しみにしてますってことで、ありがとうね。いいですねじゃあどんどん行こう。続きまして、ラジオネームカレーパン、年齢はなし、はいはい、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、初期メンバーだからだけで、ね、ちょっとね、子供らしくていい、うん、超シンプルでいいなと思って、うん、年齢が知りたいですよ ね、そうだからし、もうね、みんな年齢書いて本当それが本当に十何歳とかだったらもう可愛すぎる、ね、もう散々言ってんだけどね、未だに年齢書いてくんなかったりね、ラジオネーム書いてなかったりあるから、うん、そこら辺しっかり書いてください皆さん。じゃあ最後、ラジオネーム厚焼き卵18歳、早朝シューティング部の初期メンバー大ちゃんが筋トレをする理由は、手についたギャツビーのワックスを高速で手で洗って落とすためもう一生懸命いいじゃん、相当速くするためですよね。でそこでも二の腕とかの筋肉がついてくるんだろうねでもそれびっくりしたのは、なんでギャツビーなんだろうっていう、なんか動画で言ってなかったっけ、なんか言ってましたけど、確かに俺使ってんのギャツビーなんで、うん、あなんかそこまで知ってたらちょっとすごいな。いやいや、ラジオ聞く子は多分そういう細かい情報も知ってるよ。いや、ほんと素晴らしいですね。じゃあ、今全部で7個、うん、なんとなく覚えてる？なんとなく覚えてますね。を、発表しましたけど、対象を決めてください、大ちゃん。対象、
ラジオネームな名前がいっぱい出すぎてちょっとネームが あそっかそっか、じゃあ内容でいいよ。どういう内容のやつだったか。内容のはもう正直言うともうやっぱり自分の目の中に一番もう長い文章っていうだけでもうグッて来てしまったのが、やはり体を鍛えるんじゃない、自分が筋肉が分かった、発表するね。対象が、ラジオネーム M70 15歳の、それはおそらく大ちゃんが筋肉を鍛えているのではなく筋肉が大ちゃんを鍛えているんです。これだよね。それです。はい、じゃあこの方が、対象でした。おめでとう。まさかのこれが一番印象に残った。いやもうすごい、もうなんか文章長いなっていうのもあったんですけど、読んでくうちにじわじわ起きちゃって大ちゃん的なちょっとじわじわ起きちゃって、まあそうだよね、大ちゃん本人がね、そう、もっとたくさんのコメントも自分ちょっと読ませてもらったんで、いろいろとはいいなっていうのはあったんですけど、この中でそれはちょっとやっぱりよかった、よかったですね。結局のところ、じゃあボケなしで単純でいいよ、サクッとでいいかね。大ちゃんが筋トレをする理由は、もう簡単に言うと、もう使命ですね。かっこいいな。やらなきゃやダメ、使命感、使命感です。もう今さら筋トレをしない大ちゃんはないだろうっていうのは正直ある理由は、もう動画で自分はもう脱いちゃってるんで、で、何度もそういうのでもうみんなからマッチョじゃんとか、ムキムキやんとか、分かる人は分かると思うんですけど、そういうの載せた時点でもう完全なる使命感ですよね。もう OK、 じゃあ、ちゃんとした真面目な答えは使命感。はい、で、この大喜利の、プレゼントは本当にするから毎回言ってますけど、アカウント名ラジオネームは変えないでください。でもう少し、ジュンジュンさんとちゃんと会議してないんだけど、ポイントを制度を整理して、そこから、まあ、プレゼントを送る感じになっていきます。今のところ考えてるのは、読まれたら1ポイント、対象になったら3ポイントとかそういう感じでちょっと差をつけてやっていこうと思ってるんで、皆さん今後ともぜひぜひ参加してみてください。そして次回のコーナーなんですけど、次回は、まあ、大喜利というより真面目な質問で、大ちゃんもこれ聞くの初めてだよね。はい、早朝メンバー7人の中で付き合うなら誰、もう一回言います。早朝メンバー7人の中で付き合うなら誰、そしてその理由はを真面目に答えて書き込んでください。真面目に、そう、結婚じゃなくてしかも付き合うだから付き合うっていうと、付き合うなら、そう、ラジオを聴いている数少ない女性の方々、ぜひこのテーマ参加してみてください。あと大半を占める野郎どもは、自分が、女だったらっていう考えでもいいし、もしくはその早朝メンバー誰かが女の子になったらっていう体でもいいし、もしくはもっと両方とも男のままっていう、いわゆるピュアボーイズラブな感じでもいいから書いてください。あくまで真面目にね、このお題は、まあ、真面目にやることが面白さにつながると思うから、例えば動画見てこの人なんかこういう感じだからこういうとこ良さそうだなとかね、まあ、多少のふざけはいいよ、回答で。あんまりひどかったら現実にないし採用できないし、本当リアルのを求めるから。で、あと何だろう、誰々は嫌かなとかどういうのは嫌かなとか、そういうのもいらない、こういうのがいいからっていうね、ポジティブな、いいですね、いいところだけでフィールやるっていいですね。そうで、このお題の回答を、この動画のコメント欄一番上に固定してあるので、ラジオネーム、年齢、そして回答を書き込んでください。注意なんですけど、一人何件も書かないでください。これ毎回言ってるんですけど、年齢抜けてたりとか多いんで、みんなしっかり書いてください。あと、それと同時にコーナーとは関係ない普通のお便り、いわゆる普通お便りも、どんどんお待ちしておりますので、どんどんコメント欄に書き込んでください。聞いてるあなたのコメントや大喜利参加がこのラジオを作っていくので、一緒に楽しいラジオにしていきましょう。何この偽善感。それすごいですね、その偽善感っていうのもなんかそう、まあラジオっぽく伝わるかなと、ラジオっぽくいい感じにまとめた感じ。ちなみに大ちゃんだったら早朝メンバー7人の中で誰と付き合いたい？そうです、真面目になって、すごい考えたんですけど、誰と付き合うかってなったら、結婚じゃない、結婚で付き合うってなったら、自分だったら、ジュンジュンさんかな。あ、ジュンジュンさん、ジュンジュンさんかな。理由は、理由は、まあ、一応まあいろいろもう考えたけど、本当にリアルデート行くとかね、普通に考えたけど、すごいざっくりですけど、まあ落ち着きそう。別に喋んなかったら喋んないで、そのままでいられそう。次回からジュンジュンさんに大ちゃんを見る目が変わっちゃうんだよ、これ聞いたら。
そう、でもなんかこう考えたらみんなもちろんいい人ぞろいかと思うんですよ、総長メンバーって個性もあるし、うん、いろんな個性がありすぎてどうしようって考えたんですけど、やっぱ一番は落ち着く場所にたどり着いたのがジュンジュンさんかな。超リアルじゃん。そう、でも本当こういう感じで回答してもらいたい。こんな長くってもっとあの言葉は少なくていいから、あのこういう感じで理由を書いてほしい、あの聞いてる方々に。もっと簡単に多分まとめることは字だったらできると思うんで。いや多分ジュンジュンさん編集の時これ聞き出してるきっと。絶対だよ、もうこれ聞いてくれるのがもうね楽しみでしょうかね。ちなみにね、俺はね、俺も考えたの真面目に、俺だったらね、あ、しみさんかな。あ、いや多分真面目すぎてつまんないっていう可能性もあるかもしれないけど、なんだろう、要は女が、自分が女側に立ったとして考えて、私のこと好きなのって聞くような女いるじゃん。あ、います、ね、俺別にそういう女はあんま好きじゃないんだけど、もし自分そう聞いた時に多分照れながら、えー、とか言いながら最終的には結構いい真顔にシュッと戻って、まあまあ確かに言ってくれそうですね、好きだよみたいな感じで言ってくれそうじゃん。そういう真面目な感じとかだったり、まあ真面目さがいいよね。確かに、そう、そこを考えて、ああ、やっぱそういうことちゃんと言ってくれそうなしみさんかなと思って。やばいよ、次からの。いやもうほんとこれうちらが答えると、これ周りの他の人が聞いた時に対応の仕方が変わりますね。付き合った時、多分俺がパスするたびにあのキュンキュンすると思う、しみさんは。あ、シェキアのパスが俺に突き刺さるよ。全くそんなジュンジュンさんとはもしかして会話をしてないにもかかわらず、もう動画越しに見てるみんながこれ好きなんだろうなとか、実はっていうなっちゃいますよね。うん、いいじゃん、そういうので。ね、まあまあ、でもこれ多分結構面白いと思うんだよ。真面目だからも、うん、そう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 、ま、そう、だからできるだけ真面目に書いてほしい。その方が絶対面白いから。そうそう、でももちろん中身だけじゃなくて、もう簡単に見た目とかかっこいいとか、うん、そうそうそう、優しい、いいよ、でも全然いいと思います。いいよ、ね、うん、だからもうね、ぜひぜひ書いてください。いっぱい応募お待ちしております。はい、てなわけで、もうそろそろいい時間になったんでエンディングです。まあちょっと前のね、あのコーナー引きずるけど、誰が結局一番人気なのかね。まあ確かにやっぱジュンジュンさんなのかね。ジュンジュンさんだと思いますよ。アウさんも強そうじゃない。あ、どうなんだろう。でもアウさんはなんかすごい面白いとか、そういうのであって、ね、トマシディスディスこれもね、ちょっと聞かれたらちょっとまずいかなと思うんですけど、いやもうでもやっぱ一番に上がってくるのは多分まあジュンジュンさんなのかなって。まあ俺的には全然もうみんな全然上に来てもいいと思うし、個性豊かすぎてすごいね、八方美人で本当に張ってるね、大ちゃん。そう、まああとはね、もう夏休みもね、終わっちゃって、学生はみんな学校はじ、ね、始まってるよね、きっと。もう今日から、結構ニュースでも今日から学校が始まるとか。そうだよね、まあ、早いところでも8月中からっていうのもあると思うんですけど。なんで学校みんなね、始まって嫌になって、鬱になってないかな。でね、受験生はこれからの季節が、そうですね、もう勝負だわね。早朝はね、受験生応援するからね。応援してますからね。そんなわけで、今夜の花金いかがだったでしょうか。9月最初のラジオをお送りしました。次回が9月の、14かな、だから、次回9月14日にお会いしましょう。最後になりますが、大ちゃん、はい、じゃあ質問するでサクッと答えてね。はい、最後に大ちゃん、好きなブラジャーの色は青。それでは良い週末を。バイバーイ。バイバーイ。